え、そんな風にやるの？と言いながらなかなか教えない。はい、皆さんこんにちは、柴崎です。絵のね、水彩画の基礎編のお話ですね。もうとにかく水彩はね、面白いんだけど、実際やってみるとなかなか難しいっていうかね、厄介。あ、そんな画材ですね。柴崎ももう100本以上動画でアップさせていただいたんですけども、時々ね、皆さんからのコメントで、柴崎の絵はマジックみたいだなってね、そういう評価をいただくんですね。絵を描いていてマジシャンになれる、すごいでしょ。でもこれは皆さんたちもそうなれる可能性が十分あります。今日はその秘訣をね、お話ししましょう。フラット塗りということです。フラット塗り、絵の具を画面に平らに塗るということです。これがあなたが水彩画のマジシャンになる第一歩ですね。なかなかそう言われてもピンとこないでしょ。実はそうなんですよ。このね、紙の上に絵の具を平ら塗るって意外と難しいんですよ。これが、皆さんも経験ありません？塗ると無駄になる、だから何回も何回もいじる、どんどんおかしくなる、そこのあなた、思い当たりません？それはね、まだあなたがマジシャンになってない証拠です。もちろんフラット塗りだから、こういうところに塗るときはこんな大きい筆で塗ればいいかもわかんないよね。これでザーザーザーっと塗っていくと一遍でフラットにできます。でも絵を描きながらフラットにもしてみたいってときは、やっぱりこのくらいの筆になりますよね。このくらいの筆でフラット塗りするにはどうしたらいいんだということですね。じゃあ実際にやってみましょう。お水を持ってくるんでしたね。今日は何の色しようかな。どれしようかな。プルシャンブルーする？プルシャンブルーしようか。まあ、溶くんだよね。たっぷり溶きます。まずこれが一つの秘訣だね。フラット塗りにするための秘訣。絵の具を濃いめにたっぷりと溶きます。たっぷりですよ。わかりますね。あ、そちらに聞いてるあなたも言いましょう、自分で。たっぷりです。わかりますか？まだ足らないかもわかんない。これね、足らなくって次に塗ってからまた次足すってのは良くないんですよ。これがね、あなたがね、もう手こずる元なんですね。だからまたお水を持ってきて、もうたっぷりです。もう自分に聞かせましょうね。濃いめたっぷり。さあ、じゃあ今作ったとしましょう。じゃあ塗りますよ。さあ、あなただったらどう塗りましょう。多分、10人いたら9人の人がこう塗ると思います。こう塗ってません？ほとんどしてこう塗ってますよね。もうこれが間違いなんですよ。これが間違い。こうすることでフラット塗りがもううまくいかないんですね。違います。じゃあ柴崎流のやり方を教えましょう。ですか？ここは見どころですよ。そんな風にやるの？と言いながらなかなか教えない。ね、教えてほしい？ってやってみましょうね。ほら、こうなったらダメなんですよ。じゃあどうやるか、まだ教えないでしょうかな。やってみますね。いきますよ。まずたっぷりと筆につけた柴崎はこうです。これです。ほら、フラット塗りでしょ。え、フラット塗りになってない？なってませんね。次です。
こうです。まだなってない？なってないね。じゃあこうです。なった？なってない。いつお前フラットの絵するんだ。もう見てる人3人ぐらい怒ってるでしょ。実はね、これからなんですよ。ここにある絵の具をこうです、こうです、こうです。うん？そんな風にするの？こうですよ。どうですか？何か変なことしてません？柴崎は。タッチを揃えてないですよね。どうでしょう？こうですよ。ほら、もうほとんどあんま触ってないですよね。そしてこうなったらもういじらない、放っておく。これが最初皆さんがやったやり方です。なんか違いません？違って見える？わかりにくい。じゃあ髪を斜めにして見せます。どう？なんか見えます？絵の具こう流れてきますよね。柴崎のは流れないですね。ここに溜まってますよね。溜まるとどうするか。髪が伸びるんですね。髪がベコベコになってきます。一見フラット塗りになったようでも、柴崎の時は髪がベコベコにならない、凹凸ができない。皆さんのやり方だと髪がへこむ。つまり一見絵の具が塗ったように見えても、もう髪がフラットじゃないんですね。こういう風になってしまうと次の絵が描きにくいんですよ。どうですか？あなたがやっていた方法と随分違うでしょ。これでびっくりしたって言ってくれると柴崎嬉しいな。こんなことがね、水彩画がうまく描けるかどうかの、もうとてもとても大切な第一歩なんですよ。もう一度柴崎のおさらいしましょう。とっても大事なことだからね。もうこんなことは二度と教えないからよく聞いててくださいよ。パレットにたっぷり絵の具を溶く。たっぷりですね。たっぷり濃いめです。絵の具薄く溶いたらダメですよ。タッチを並べる。タッチを並べる。見てください。ここに絵の具が溜まってるでしょ。もうこれがダメな元なんですよ。これが、ここに絵の具が溜まってるってことは、ここだけ髪が伸びてしまうんです。そして髪がへこんでしまうんですね。ベコベコになってしまう。だから、フラット塗りがうまくいかないんです。絵の具を溜めない。どうするか。そのためには、まず最初に絵の具を溜める。面白い話でしょ？そして、この溜まった絵の具を溜めないように移動させる。移動させる。どっちに移動させてもいいですので、あなたの好きな方向に移動させましょう。ほら、今これここに溜まってますね。ここに溜まってます。溜めないように移動させます。そして、一度塗ったとこはもう二度といじらない。全部、紙と、水と、絵の具に任せて、絵の具が一人に広がるのを見ている。これが、フラット塗りです。柴崎のマジックは、こんな簡単なことだったんですよ。これができる。フラット塗りができる。これが、これからさらにいい絵を描くための第一歩です。ここがちゃんとできてないと、もう次は苦しいんですよ。髪がベコベコになるからうまく描けなくなっちゃうんですね。だから、人は中には水張りをする。ね？柴崎は自慢していいですか？ね、ちょっと自慢しちゃうかな。柴崎はね、水張りをしないんですよ。いつも、
このスケッチブックを持って外に絵を描きに行きます。そして紙がベコベコにならない、あ、今日は水の扱いがうまくいってるんだな、そういう証拠です。フラット塗りを上手になって、あなたもマジシャンの第一歩を始めましょうね。さあ、見てね、もしよかったなと思う方はね、評価とチャンネル登録よろしくお願いします。もうね、こんなことはとても重要だからね、また次回やりますよ。今回もね、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。